松花県でのタンファンス人気店では開店前から長い行列ができ、一番先頭にいたお客は前日の夜から並んだそうです。寝ていなかった。徹夜で並んだよ。台北から車を運転してきた。焼きたてのお顔なら徹夜で並ぶしかないでしょう。並びたくない人は代理購入に依頼してもいいですが、中国語で750台湾元が1000元以上になるそうですよ。安いよ、1300円だけ。中国語いくら？1500円だよ。価格が倍になっても依頼する人は少なくありません。一方、台中の人気店でも長蛇の列ができています。スタッフも出荷に追われています。台北のパイナップルケーキ人気店も27日午後から販売を開始、その日の早朝から長い行列ができています。雨で遅れた結果、もうこんなに並んでいる。やはり中秋節につきものの中華菓子の商戦は盛り上がっていますね。